始めます。はい、壁ポスター永見のひょい座り作よっこれお休みのタイミングで配信されるやつなので、盛り上げたやつ、盛り上げたらって言いますか、なんか、ね、落ち着いた感じで、ごめんごめんごめん、あ、そうかそうか、タキオンさん、まあ、秋沢さんとは、うん、結構ノッポとかね、結構一緒やな、一緒になったりしてるんで、毎回打ち上げしてたもんな。そうでしたよね。うん、せやせや。で、そんな、うん、どんな話してたかもあんま覚えてないですけど、うん、どこで、あ、その打ち上げとかで、打ち上げとかで、はい、めっちゃ覚えてるのは、まあ、もし、なんていうの、その、差し支えあれば、その、はい、全然ここは編集してもらっていいねんけど、え、めっちゃ覚えてるのは、っていう、怪奇現象が起こったっていうの。ありましたよ、ほんまや。あの時の、そう、言ってた、その、ダウさんの顔も面白かったな。前は、こちらのコーナーです。世界で一人は見ているかもしれない夢。ん？このコーナー、世界で一人は見ているかもしれない夢ソムリエ永見がテーマをもとに、世界で一人は見ているかもしれない夢を紹介していくコーナーです。ということで、ちょっとこれ秋沢さんにちょっと決めていただきたいと思います。いいですか。はい、はい、まずシチュエーションのシチュエーションの方ですね。はい、いきます。はい、こちら、スペードの2。あ、トランプじゃないですよね。これじゃないか。いや、トランプをお渡ししてないと思うんですけどごめんごめん、もうスペードの2で夢で話してる。そうか。スペードの2ちょっと聞かないですか。スペードの2じゃないですよね。ごめん。まだ表言えないですけど。通勤中に。夢っぽいな、でも。確かに、目玉焼きは通勤中に現れないですもんね。あー、だけど、通勤中、まあ、一人は見てるかもなっていうのは、まあ、電車ですかね、やっぱり。その本当に普段から通勤、電車通勤してる人が見る夢だと思うんですけど、うん、まあ、電車、いつもの電車乗って、で、あれ、俺今日めっちゃ空いてるやんみたいな、うん、ラッキーってなるんですけど、うん、じゃあ、ここ座ろうと思って、で、座ろうとしたところに、うん、そのシートにその目玉焼きがあって、うん、で、いや、あるな、うん、よくあるよ。いや、よくはないんですよ。よくはない。ごめんごめん。夢の中で。ごめんごめん。あるあるじゃなくて。あるあるじゃないです。その、どの線にもないです。目玉焼き、電車の中に。何だったっけ、長堀鶴見緑地線とか。長堀鶴見緑地線の電車のシートに目玉焼きないです。ないか、ごめんごめん。ないです、ないです。うん、まあ、夢だったら、そのシートに目玉焼きあって、うん、で、っていう夢。あ、というところで目が覚めた。そういう人っていうのは、その多分通勤中にこう悩みを抱えてたりとか、そういう人なの、多分夢診断で言うたら。なんでそんなんできんの？多分その自分が生まれ変わりたいって気持ちから、多分目玉焼きっていうのが出てきて。なんでそんなんできんねんっていうのもあるし、その診断も早っ。僕が夢語ってからの診断早っ。世界で一人はしているかもしれない夢診断。いや、なん僕、世界で一人は見てるかもしれない、うん、夢ソムリエ自体で、で俺が夢診断をしてる、うん、え、もうそんな人おるんですか。面白い。ちょっと失礼しよう、時間もそんななくなっちゃいました。ごめん、ごめん。あ、雨宿り中に、雨宿り中にパッて行こうか。思い入れのあるぬいぐるみ、うん、あー、なるほど。しです、ね、結構ね、こう雨宿りしてて、あ、見てたらね、はい、あの、ほんまにありそう。ほんまに、ほんまに一人見てそうな夢。これ泣き続けるのか、止めなかった。あるそう。そうかそうか。あ、なんかありそう、ありそうですね。うん、みたいな感じ。いや、夢。さすが、夢診断の方に見てるだけは方やって、そう。そういう人は多分、過去に、なんか、思い出が。あ、いやいや、もうセルフでやってる。ということで、以上、カイポスター永見と、滝尾明沙田でした。おやすみなさーい。はい、ちょっと超えました。あ、いや、超えてないです。最後ぐらいです。ありがとうございます。信じられへんよな、もう遅いどういう打ち上げで多分何も
考えて喋ってないんでしょうね。打ち上げ一回凍りついたよ、それで。えってなって、えどういう意味ですかって言って。え主演誰って言って。あ、そうかって言って。